こんにちは、ファンタスティックスフロムエグザイトライブの木村ケイトです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ケイトくん、近況を教えてください。はい、いかがお過ごしですか？そうですね、最近は、前回山口にホールツアーで行かせていただいたじゃないですか。はい、周南。はい、その時に、ね、自分のお土産で、河原そばと、ええ。みかんビール、やっぱり僕も二十歳になったので、はい、ビールを挑戦してみようかなと思ってみかんビール買ったんですけど、それを食べたりしましたね。河原そば食べたんですか？はい、食べました。どうでした？嬉しい。めっちゃ美味しかったです。はい、フライパンで作って、そうです、そうです、表記通りちゃんとやって作ったんですけど、やっぱり現地で、本当に本場で食べてみたいなって思いが溢れましたね。はい、河原の上に乗ってるんですよ、はい、本場の河原そばっていうだけ。あっちの方が映えるんで、はい、まあ映えは確かに。そうですよね。河原そば with 木村ケイトの写真がいつか見たいですね。ですね。うん、なんでこの状況が落ち着いたらまた山口に行って河原そばと一緒に写真を撮って、はい、いやいやいや、もうインスタにアップしてください。いやー、嬉しいですね。やっぱ河原そばって、はい、なかなか東京とかじゃ食べられないと思うので、フグとかはね、食べられるけど。フライパンでそばをやるっては、はい。フグも食べたことはないんですよ、多分。え？あるのかな？嘘やん。そんな、ちゃんとフグ刺しを食べたことがなくて、ちゃんとした。そうなの？はい。なんで、ずっと山口行った時に食べたいって言ってるんです。え？衝撃的事実。はい。これはちょっと。フグの天ぷらとかはありますけど。フグ刺しってことですよね。フグ刺し、はい、刺身好きなんで。これはちょっと寒くなったら、紅葉のなけなしの経費で。ですね、テレビに頼んで。ぜひぜひ。間違いない。熱血テレビさんに。うちのスタッフが、テレビの方に行って、ちっちゃい声で言った。お金がないからね、ラジオはね、とか言って、あんまり言ったら怒られるの、ラジオから。裏事情が。そうだよね。ちょっとじゃあ、はい、うちはじゃあ、ね、瓦そばで、ちょっとさせていただければと思います。はい、いや、嬉しいですね。また山口の美味しいものを、はい、はい、紹介していきたいと思います。こういった恋音がきっかけでね、はい、食べてくれてるとも嬉しいですね。はい。はい。美味しかったです。はい。さてさて、今週もお便りご紹介していこうと思います。まずは岩国市の月城丸さんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。梅雨の後はいよいよ真夏。この方ね、真夏っていうのは悪魔の魔に夏って書いていらっしゃいますね。真夏がやってきます。私は暑いのが苦手なので、はい、ああ恐ろしいやって感じです。夏の猛暑に打ち勝つ体を作るために走ったり筋トレをしたりしているんですが、今年の対策の目玉はダンスです。そういえば暑い国の人はよく踊ってるなっていうイメージなので、踊ってしまえば暑さと友達になれるんじゃないかなっていう作戦です。なので、ケイト君を見習って夜な夜なファンタの YouTube 見ながら基本のステップから練習しています。自分のリズム感のなさにびっくりしていますが、夏の暑さを感じて自然に体が踊り出すという情熱的な夏にしたいと思います、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですって。いや、嬉しいですね。ね、やっぱり、まあ、徐々に慣れていくのがいいんで、うんうん、まあ、最初はね、はい、完璧にできるわけないんで、まあ、なかなかね、頑張って頑張って、はい、頑張って頑張って基礎からやって上手くなると思うんで、うんうんうん、多分これは暑さに勝つって今目的じゃないですか。はい、だけどどんどんダンスを好きになって、うんうん、上手くなりたいっていう思考に変わるかもしれないですね。あ、目的がダンスだけになるかもしれないです、この方は。冬でもやってるかもしれないです、はい、確かに。私も踊れるようになりたいです。ですよね、いいですよね、踊り、うん、踊れたらなんかかっこいいもん、やっぱり、うん、女性でも絶対かっこいいです。いやー、そりゃもう、うん、やっぱりね、キレキレに踊れる姿を見たら、はい、あの動きができるようになりたいなって思いますけど、私もキープオンムービン練習にしよう。ぜひお願いします。多分月城丸さん、はい、キーポンムービンとかだったら踊れるんじゃないですか。おにぎりダンス、はい、結構このお腹ひねるたダンスとかもあるんで、そっか、シェイプアップというか、ね、はい、くびれ体操になるの、これ横の筋肉も、はい、なりますね。あとリズム感も鍛えられますよ。へー、はい、今こうケイト君が実践してくれてますが、
何やろもうこのね、軽く踊るだけでこうなんかもう違うんよな。なんやろこのなんかこの角度というか、なんかこの仕草っていうか、そうな、な、いやそれ当たり前なんですけどね、もうこのなんかちょっとやるだけでも違うところがね、はい、出てきますよ。確かに。まあずっとやってますからね僕は。それはそうですね。はい。はい、ですかね。私も運動しよう。はい、はい。一緒に月城丸さんと共に二人も頑張りましょう。はい。私も基本から勝ちましょう。やっていきたいと思います。はい。じゃあ続いて僕いきますね。はい、お願いします。山口市マリコさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ケイト君、あやかさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。毎週とても楽しみに聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。私は去年末にケイト君に受験勉強の活動を入れてもらったものです。今更になりましたが、無事に志望校に合格し、県内の大学に進学しました。どうしてもお礼が言いたくて送らせていただきました。本当にありがとうございます。私は春から一人暮らしを始め、ようやく落ち着いてきた頃の今、車の免許を取ろうかと思っています。ケイト君、彩香さんは免許持っていますか？二人の掛け合いが大好きです。これからも楽しみにしています、とのことですね。もうありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ケイト君の勝つ聞いとる。おめでとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ねえ、すごいね。はい。いやすごいですね。志望校ですよ、しかも、うん、そうよ。はい。で次は、はい、学校頑張っていただきたいですね。ねえ、僕たちの歌を聞いて、うん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 、そのね、免許か、はい、そうそう、車の中でね、そういった曲もね、はい、最新アルバムも聴くことができると思うんですが、うん、まずは免許ですよ、うん、はい。免許、あやかさん持ってます？ちなみに持っとる、持っとる、持ってますよ。僕も持ってるんですよ。はい。いやでもね、だけど、うん、私も県内の大学に行ってたんですけど、はい、その時は免許持ってなかったんですよ、実は。そう。いつ取ったんですか？ね、大学4年の就活終わって落ち着く数ヶ月の間に取りました。すごい、うん、ストイックですね。なんかこう就職する前に取っとかんとこれはまずいなって思ったんですけど、まあ、確かに結構、そうそう、会社まで行くのにも車必要ですもんね、絶対。そうそうそう。で、あれですよ、ケイト君が前徳山動物園でロケしたじゃないですか。はいはい。あの時チラッて見学というかね、行ったんですけど、あの時も車で行きましたよ。お、あの距離を。あの距離を車で行ったんですか。言いましたね。確かにね、スピード命でしたもんね、あの時は。言うたね。もう本当ね、こっから見えるぐらいの距離だけど、そう、スピード命だったから。そうですね、そうそう。普段はね、エコのために乗ってないですよ。ですね、はい、もちろんなんですけど、まあ、山口はやっぱり東京と大きく違うのが、車がないと不便っていうのはすごくあると思うんですよね。ですね、確かに。だから私も学生時代は周りの子は半分ぐらい持ってたかな。僕の地元も多分大半は持ってるんじゃないですか、免許。はい。ああ、そうなんですね。うん、僕乗れないんで、うんうんうん、車持ってても、うんうん、だからもし運転するとしたら海とか行ってみたいですけどね。ああ、いいですね、気持ちいいですよ。あやかさん、車で行くとしたらどこ行きたいですか？まあ、角島とか。うわ、いいな。今だったら行きたい、ね、前から行きたいって言ってましたもんね。はい、ずっと行ってますね、うん、もうこれから本当いい時期になりますよ。そうですよね、うん、これからが本番なんで。いやいや、本当によしよし、楽しみにしてますね。山口来た時はぜひ行ってください。はい、うん、いただきます。はい。ということで、ドライブしながら聴きたい曲もいろいろあると思うんですけれども、ケイト君、はい、今日の1曲教えてください。はい、そうですね、今日紹介する曲は、まあ、ファンタスティックスの曲なんですけど、はい、前回のホールツアーで初披露させていただいたんですけど、東京公演の時に。おー。なんでまだ皆さんそんなに聞いたことないかもしれないので、紹介したいなと思うので、早速いきます。はい、いきます。
それでは聞いてください。Fantastic from Exile Tribe で Dive。今お聞きいただいたのは Fantastic from Exile Tribe で Dive でした。反響大きかったんじゃないですか？いや、めちゃめちゃ大きかったですね。うん、この曲はあの、ボカロ P さん、とある番組の企画で、はい、その、ボカロ P さんをから募集して、ボカル P さんの一ノ瀬ルポさんとあのグレンゲを作った草野佳代子さんと一緒に、はい、共作で作った楽曲なんですけど、この曲はあのテーマを踊れるロックっていうのを僕たちから発信して、はい、それを汲み取っていただいて作っていただいた曲なんですけど、すごい間にパフォーマーのダンスパートがあって、お尻にもダンスパートがあってという、うんうん、すごい特別な曲構成になってるんで、多分聴いても楽しめますし、はい、見ても目まぐるしいダンスの構成、うん、もう僕らもこのリハーサルの時に初めて踊った時に、え、早いよと思いましたね。ああ、はい。開会期間ぐらい早いですか？ぐらいですかね。まあ、もっと早いのがこれから待ってるんですけど。うん、え、はい、皆さんお楽しみにということで。何まあ言わないですけど。何言わないですけど。めちゃくちゃ気になる。匂わせってやつですね。うわ、匂わせられた、はい。皆さん一緒に待ちましょう。はい。なんですね。だから、はい、たくさんだいぶ聞いていただけたらなって思います。はい。お願いします。ということで、まあ今日もあっという間な時間でしたが、ファンタスティックタイムはいかがでしたか、あやかさん。いや、さすがにね、こうダンスしたいとは言ったものの、はい、このダイブはもう踊れないと思いますので、うん、そうですね、多分あやかさん最初の振りで多分倒れますね。ちょっと待ってよ、踊ったらちょっと待ってよ、そんなことないよっていう否定もできないっていう。そうですね、この曲に関してはちょっと無理ですね。そうね、もうはっきり言われた、はい、早すぎて無理から。はい、でも挑戦はでしていただけたらと思います。はい、最善は尽くしたいと思います。はい、ぜひ。はい、あのメールでもありましたけど、月白丸さんもダンスに取り組んでるということで、はいはい、ね、まあダイブは無理でも、その僕たちの楽曲も簡単な振り付けもあると思うんで、そうですよね。ぜひ踊ってみてはと思いましたね。うん、結構あのミュージックビデオとかもアップされてるので、はい、いっぱい見て、はい、練習してたくさん聞いて、はい、見ていただきたいなと思いますね。はい、はい、お願いします。皆さんからの質問や感想メールもお待ちしています。宛先は koi@kry.co.jp、 またホームページや KRY アプリのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。番組ツイッターやインスタグラムもぜひチェックしてください。ではケイタ君、お知らせお願いします。はい、8月18日に、セカンドアルバムファンタスティックボヤージュがリリースされます。このアルバムはですね、先ほど紹介したダイブもそうですし、はい、サマードロップスという曲も収録されてたりと、本当に新しいファンタスティックというか、あの、まあ、旅という意味が込められているのでタイトルに、うん、なんでまた新しいファンタスティックスを背負ってこれからまた進んでいくぞという決意とか意思が込められたアルバムになっているので、皆さんぜひ手に取っていただいて、たくさん聴いて、もう全部覚えて、これからライブがあると思うので、そのライブに備えて一緒に楽しんで聴いて踊って、すごい、あの本当にね、この1枚を通して多分すごいいろいろな感情になると思うので、その感情を楽しんでいただけたらなと思うので、ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、さて KRY テレビからもお知らせです。毎週木曜日25時24分からファンファンファンタスティックス放送中です。そして来週18日と25日なんですが、高校野球の中継がある場合はこの恋音番組中止となります。ない場合はいつも通り正午から放送しますので、ツイッターなどでこの番組があるとかお休みですとお知らせしていきたいと思いますので、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。以上、ファンタスティックスロムエグザイトライブパフォーマー木村圭人でした。またね。さあ、そしてもう一つお知らせです。7月15日木曜日19時夜の7時から KRY テレビザ突破ファイルにケイトくん VTR 出演予定です。コンビニ店員さんになるということで、どんな演技が見られるか楽しみですね。ぜひチェックしてください。